アイムダイナモンライカダイナソー、ダイナゴミツコでございます。イエーイ。ということでですね、今日は初めての YouTube らしい企画をやりたいと思います。その名もですね、ドドン、カレーうどんの汁飛ばしちゃダメよ選手権。イエーイ。ということでね、皆さんカレーうどんの汁絶対飛ぶじゃないですか、服に。それをいかに飛ばさないか、ちょっと白い T シャツを着てどんだけ飛ばさずに食べれるか実験したいと思います。そしてそのカレーうどんなんですがね、まあ、買ってきてもいいんですけども、せっかくなら自分で作っちゃおうということで、材料用意しました。こちらです。ドン、ね、ちゃんと買ってきましたから、これスーパーで。こちら、まあ、カレールーはね使うんですけども、この野菜とかもね自分で、切ってアレンジして美味しくいかに作って汁も飛ばさないかやっていきたいと思います。それでは早速調理開始。こちら豚肉から、あ、ちょっとすみません、思った肉の順なんですけど、薄い肉かと思ったら結構このとんかつ用みたいな、ちょっと面白い感じになってます。じゃあちょっと細かく切りますね、これね。適当なんですよ、もうね、手際が大事。出汁が出るんで早めに入れときます。はい。で、きのこは本当にね、いっぱいあった方がうまいですよ、きのこは。これね、こうやってどんどんこうしてね、早いでしょ、こうやって。これでもうこれでいいんですよ。いいでしょ。もうね、人の料理見たことないから。あとネギね。ちょっとね、今日は普通のネギがちょっとあんまいいのがなかったんで、今日はですね、なんかこれ九条ネギか、京都の九条ネギ入れたいと思います。まあ、でも何でもいいんですよ。もうネギなら冷凍でもね、何でもいいですよ本当に。あれ、この緑の方が好きなんですよね。この白い方、緑の方ってこれ全部緑じゃん。九条ネギって全部緑なの、うん、知らなかった。知らなかったです。で、この切り方ですね、こううどんなのでこうね斜めに切った方がいいですね、こうやって。あと油揚げですね。うん、いい匂い。油揚げも入れたいと思います。あ、もうこれで、はい、ベース OK です。ほら、いいでしょ、うましょうでしょ。もうこれがうまければカレーあと入れてうどんで終わり。いいでしょ、早いでしょ。早い、あっという間。じゃあもうこのまま入れちゃいます。はい、はい、もうこのまま入れてればいいんです、こうやって。だと思った。めっちゃうずい。だと思ったけど。嘘。めっちゃうずい。やばいやばいやばい。え、これカレーじゃなくて白だし？両方。あ、両方。うずい。これが薄いのかな？うん。サラサラやん。なんで？サラサラ。普通1個で足りんだけど、これがちょっとあれなのかな、薄いのかな。いや、最初の水が多かったって。絶対溢れるやん、どうしよう、やばい。どうしたらいいの。え、ちょっとやばい、失敗。ちょっと待って、いきます。薄い。さらに薄くなってる。え、煮詰めればとろ。え、私失敗したことないんだけど。私失敗しないのに。
いやもうカレーのルー4つ全部入れたからもう大丈夫でしょ。これ多分これで相当濃厚なってると思うんですよ。ちょっとじゃあ味見しますね。これで絶対いける。いやもう絶対決めたい。薄っ薄っ。え、ちょっと待って、4つもルー使って薄っ。何これ、どうしよう。え、やば、ちょっと失敗じゃんこれ。みつこさん、はい、みつこさん、え、何ですかこれ。買ってきました。いつの間にもうあの結果見えてたんで先にもう買っときました。いやちょっと悔しいですけど、ちょっと使わせてもらえますか頼みます頼みます。これはもう間違いなく濃厚になりますからね、うん、なんか料理できない人みたいに映ってますよ私。まあ分量は測った方がいいなっていうのだけあのこの動画で学びましたと本当 YouTube ってあの増えないんですよ。難しい。毎日あげないと。毎日、そっか、やってる人は毎日あげてますもんね。そう、週3とかね。今2個入れました。2かけらバーモンドカレー、いいんじゃない。多分こんぐらいだと思うよ。今調味料って何入れたんですか。 白だしのみ、のみ、うん、白だしのみ、白だしのみよ。へえ。あとはもうこの肉と油揚げと野菜のだし、へえ。これで相当うまいから。油揚げ結構大事なんですよ。なるほどなるほど。もう一個味見。これでいけるで。いけるっしょ。溶けた。色良さそうじゃないですか。いい感じ。次はもういけるっしょ。ちょっと味見しますよ。これで決めさせて。いきます。まだ薄いこれ全部入れていい。うん、もういっちゃいましょう。ちょっと刺して、あ、ここで押して、はい、あ、わかった。生姜チューブないですか。そんなあるか。すみません、それ入れるの忘れてた。だからだ。ありました。やっててー、すごい。何でもあるこの家。これも、ね、あ、新品いいですか。大丈夫。大好き生姜チューブ。生姜やね、よく使うから生姜焼きで。あ、生姜焼きするんですね。あ、めっちゃ好き生姜焼き。よく買いますだから。ここ結構ね、生姜がうどんに合うんですよ。へえー。もういい、あ、いいよ見て、とろみほら。なんかほらちょっとさっきよりはさっきより良くないですか。トロトロ、いいねいいね、目指してる感じよね。いい、はいはい、オッケーオッケー、できた。うまそう。あ、いい、うまそう、うまそうさ。これ決めるよ。うまい。決まった。決まんない。ま何、ルーが足りん。いや、やっぱね、美味しいのを食べてほしいんだよ。濃厚が好きですか。濃厚が好き、ドロッと結局もう入れちゃえ。カレーだ、もう入れちゃえ。最初のルーは何だったんだ。いや、4つも入れたの、あれ何だったんだ。これだ、これで白だしプラスで終わり。エンド生姜も、はい、すみません、はい、生姜も、はい、できたー腹つつもうできたー。ほらほらほら、これ見て、これだよ、目指したらこれ、あ、でも美味しそう。これうまいよ、これ、うん、いい匂い、うん、いいこれ、めっちゃうまそう。めちゃくちゃうまそうよ。美味しそう。いきますよ、ラスト。パーフェクト。うまい。うまい。めっちゃいい匂い。うまっ。見せ。やばい。マジでビビますよ。見せ。
完成ですか？完成しました。よし、じゃあこれにぶっ込みましょう。こいつも私が食べてる3玉で98円です。激安。激安のうどん。これうまいんですよ。給食っぽい感じ。給食の懐かしい懐かしい。そうめんって感じでうまいです。食べれるか分からん。食べれん。オッケー。じゃあこれでちょっと一煮立ちさせて卵割って終了です。とりあえずなんかトング渡されたんでトングで見て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 、いいっしょいいっしょ、いい感じっしょ。見ましょうしょ。跳ねるね。めっちゃ跳ねる。跳ねるね。怒られそう。あ、いいね。やっぱ便利ですね、トング。めっちゃ便利、本当に。箸だとめちゃめちゃやばいですよ。そう、取りづらいから。本当だ。トングめっちゃ便利。あ、あっ、やばいやばいやばい。おお、こっちいいじゃん、ほら、見た目。本当だ。いいじゃん。カレーうどん、シール、飛ばさないぞ選手権、今からやっていきたいと思います。はい、ということで、完成しました。イエーイ。今から実験していきたいと思うんですけども、ね、2食あるということでゲストを招いて対戦したいと思います。ゲストはこの方です。どうぞ。どうも。マネージャーの島田エミリーさんです。ダイナゴミツコのマネージャーしてます。約1年半ぐらいですか？そうです。え、半経ちましたかね。経ったくらい。あ、見ていただいてるんですよ、もう本当に。大体あの私が現場で滑ってもあの唯一笑ってくれてるマネージャーさんですね。そうそうそう。大丈夫かって多分思われてると思うんですけど、私が大体パーフェクトってやってシーンって現場でなってもって現場でこう聞こえてるんですけど、それはあのマネージャーさん、はい、多分私の声だと思います、はい、じゃあ量を減らす方に重きを置いて、はい、ガチで食べてください。はい、わかりました。私が作ったカレーうどん、お腹ペコペコなんで、はい、ぜひ召し上がってください。そしてですね、時間は2分間です。2分、2分以内にいかに量を減らして、しかも汁を飛ばさないか、はい、この戦いでございますから、よろしくお願いします。お願いします。そしてなんと、はい、やっぱ勝敗つけた後には罰ゲームじゃないですか、負けた方には。大丈夫ですか、罰ゲームつけちゃって。なんで、なんで負けられる前提なのよ。大丈夫ですか？いや、私の方が早いでしょ、負けるの。大丈夫ですよ。すっごい飛ばしそうだから。飛ばしますね、はい。ネタも飛ばすけど、バカ野郎。じゃあ、罰ゲームは考えたのは、はい、やったことないモノマネを披露。いいですか？モノマネ？はい。マネージャーさんなんですけど、はい、ちょっとやっぱ、芸、何か、やっぱこんだけね、1年半とか、現場にいたらモノマネ1個ぐらいあるんじゃないですかと思って。まあ、勝てばいい話ですからね、うん、勝てばも、で私もやったことないモノマネを ね、 そうモノマネね、ぜひ、その得意じゃないですけどもやらせていただこうという話でございます。じゃあ2分間いきますよ。はい、よーい、スタート。いただきます。いただきます。うまい、うん、いいですか、うん、ちょうどいい。おいしい。うん、うまいです、我ながら。うん、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 1分17秒。うん、うんうんうん、40秒。うん、
ちゃんのこう見ながらさっきなんで口にめっちゃついてる。あ、ついてる。うまっ。今飛んでない。本当にゼロ、本当にゼロ。ちょっとめっちゃ見せて。え、みるちゃん大丈夫。うわ、飛んでません。マジでゼロやん。もう一個あれですからグラム。そうですよね、グラムが、はい、ちょっとグラムが、いや、やっぱ飛びますね。田中光子758ですね。はい、はい、そしてマネージャーさん720ということで、38g 負けました。やだー、やりたくない、モノマネやりたくない。あ、危ない。見たかった見たかったやってほしい。だから私ができるか分かんないけど、やってほしいモノマネ。いや、絶対やんなきゃいけないのね。じゃあ、うん、誰のモノマネですか。やったことないモノマネで、やったことなくて、そう、私が知ってる人物で、はいはい、人物じゃなくてもいいですよ。でも逆にベタなモノマネですか。じゃあこれでじゃん、エルモ。エルモのモノマネ。私がすごいエルモが好きなので、はいはい、ちょっとエルモグッズがいっぱいあるんですけど、はい、ぜひみつこさんにはエルモのモノマネをしてほしいなと思います。ちょっと待って、昔すぎて。なんかエルモ一回正解見とく。いやいや、あの、ね、想像の方がやった。あ、想像の方がいい。あのミロちゃんも見てますんで、じゃあミロちゃん見ててください。よろしくお願いします。すごい頑張れよみたいな、頑張れ、励まされてます。じゃあ人生で初めてやります、エルモのモノマネ。じゃあちょっと想像しながらやってます。はい。ウハピのフワちゃんでーす。あー、マジで、あの、星野源とかっきり、本当に嬉しかった。イエーイ。なん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 。今恋ダンスを。ね、今ね、恋ダンス、恋ダンス。うん、星野源さんとガッキーさんの
下りをフワちゃんがよくやるんで、はい、恋ダンスをやろうと思ったら恋ダンスの歌詞が出てこなくて、うん、なってなりました。あ、いいじゃないですか、フワちゃん。どうですか、うん、どうですか、まあ、点数何点、点数で言ったら、52点微妙。プロフィールには書けない。書けない。朝日奈央さん、結構いろんな方やってらっしゃる、なんか特徴的な感じがあって。わかりました、お願いします。こんばんは、朝日奈央です。あ、やっぱりね、私はアイドリングっていうプライドがあるから指原さんには負けたくないなあ。あれ違うかな、違うか。え、どう、声どうですか。誰から真似してる朝日奈央さんのモノマネ。一番ダサいじゃないですか。あ、でもなんとなく、なんとなく、でも何点ですか。59。いや、じゃあ木村拓哉さんでお願いします。いろんな方が木村拓哉、はい、定番のね、あの一言ありますから。なるほど、みちこさんならできるかなと。定番のあれを言わないとダメですね、うん、定番のやつでお願いします。わかりました。あ、みなみ、あ、みなみ、おい、みなみ。ちょっと私が想像してた定番がそれじゃなかったんで、ちょっといや、みなみでしょ。困惑しちゃったんですけど、だいたいみんなちょ待ってよとかね。いや、ロンバケだった。あ、みなみでしょ。あれ、私より結構わかった人です。93年生まれ、昭和60年。昭和、あの、うん、西暦には換算したくないです。51点。ええー、クマちゃんだったらクマちゃん80点だわ。じゃあもう一回クマちゃん見せてもらっていいですか。うん、いいですか。はい、アビオフォーチョンでーす。今惜しかったね、愛してる。ああ68点。いや、結構80点ぐらいいってると思うんだけどな、これ。昨日のやつ、昨日のね、昨日の取り込んでるし、そういうとこよ。確かに、クイック、クイック、どうですか。その点はプラス1点ぐらいで69点。以上、カレーの汁飛ばさないゾーン選手権でした。パーフェクト。